皆さん、こんにちは。あつこストロンゲストです。今回ご紹介する本はこちらです。沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う山船幸太郎さんです。で水中考古学というのはあまり聞かれない言葉なんですけれども、この方はですね、あの、川や海に潜って、あの、昔にですね、沈没した船のあの、調査をする、そういったお仕事をされています。 で,ですね私あのダークピットシリーズですねあのクライブ・カスラーさんのダークピットシリーズに出てくるあのとってもスマートなですねあのダークピットを想像していたんですけれどもこちら結構ですね実際のお仕事はとっても大変であの綺麗な海ばかりでなくちょっとドロドロで臭い匂いのするあの海や川に潜ったりですねお仕事としては非常に大変なんですけれどもその代わりですねあのとってもやり 以外があって、な新しい発見とかですね、あとよそに公園に行ったりとかして、あのまあ、お仕事はとっても充実されているようです。 もうですね、あの、チームを組むとですね、あの、そこでいざこざがあったり、恋愛が起こって大変な目にあったり、あの、やってることはですね、とってもあの、環境大変なんですけれども、ただしですね、あの、すごくやりがいがありそうな仕事で、あの、皆様にもこの本ぜひ読んでいただきたいと思います。 はい。今回もご覧いただきましてありがとうございました。またこのようにですね、ちょっと珍しい職業で、あの、とてもやりがいがありそうなですね、あのことが書いてある本がありましたら、こちらでご紹介しますので、次回以降もまたぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。